コードブルー、ドクターヘリ緊急救命マイナスは、フジテレビ系で断続的に放送された医療ドラマシリーズである。ハイビジョン制作。主演は山下智久。ファーストシーズンは、2008年7月3日から9月11日まで、木曜劇場枠で放送された。ファーストシーズン最終回で描かれた事故から、数週間後のフェロードクターの活躍が描かれた。 新春スペシャル、引く明日への別れが2009年1月10日に土曜プレミアム枠で放送された。セカンドシーズンは2010年1月11日から3月22日まで月9枠で放送された。多枠で放送されたドラマの続編を月9枠で放送するのは今作が初めてである。また、月9枠で 救急医療を題材とした医療ドラマを放送するのも、今作が初めてであった。サードシーズンは、2017年7月17日から9月18日まで、月9枠で放送された。2018年7月27日に、劇場版が公開された。これに先立ち、スピンオフドラマ、もう一つの日常体が、 同年7月23日から7月27日まで関東ローカルで5夜連続放送された。また、公開翌日の7月28日には、サードシーズンの総集編に劇場版の前日端を加えた特別編、もう一つの戦場マイナスが土曜プレミアム枠で放送された。2019年12月7日に劇場版が土曜プレミアム枠で、 地上派発放送された。タイトルのコードブルーとは、容体が急変し、緊急での蘇生が必要な患者が発生したという意味の意思、看護師の中で使用される因果である。2007年に全国配備を目指す特措法が成立するなど近年必要性が叫ばれているドクターヘリ。本作は救命救急センターを舞台に、 フライトドクター養成研修フェローシップの一環としてやってきた若きフライトドクター研修生や指導医たち、それにドクターヘリに携わる人々の奮闘と葛藤を描いている。また、大災害や負傷者多数の現場におけるトリアージ活動の厳しい現実を扱った話も多数挿入された。サードシーズンや劇場版では 仕事以外の場面もたびたび描かれた。商用大学附属北部病院救命救急センターにフェローシップ研修でやってきた4人のフライトドクター候補生、藍沢幸作、白石恵美、日山美穂子、藤川和夫と一人のフライトナース、西島春香が直面する救命救急センターでの日々、人生と医師 看護師としての職務との間で揺れ動き葛藤しつつ、救急救命や災害医療に奮闘する姿を描く。サードシーズンでは新たに、フェロー、ナトリフーバ、ハイタニ俊平、横峯あかり、ナース、雪村双葉の4人が加わり、5人が後輩に指導しながら、小北救命を支える立場になる。劇場版では5人が集結し、それぞれの道を歩む決意をする。 フライトドクターフライトナースと看護師、管理職ファーストシーズン、新春 SP、セカンドシーズン、サードシーズン、劇場版、特別編、もう一つの日常複数回登場人物には、演者名横に登場回を追記ファーストシーズン第1回、出会い第2回、医師の責務第3回、急変第4回、母の愛第5回、過去第6回、無償の愛第8回、避けられぬ。 決断第9回、壊れた絆第10回、揺れる心最終回、生徒、失神主義 SP セカンドシーズン第1回、聖夜の奇跡、第2回、自らの道第3回、真実と、嘘第4回、杉主妃、第5回、愛する人第6回、秘密。第7回、過ち第8回、理由第9回、心の傷第10回、キロ最終回、 卒業奇跡の定義サードシーズン第1回、遥かなある願い第2回、導くもの第3回、命より大切なもの第4回、笑顔の効能第5回、寄り添う人第6回、落胆の向こう側第7回、失敗の代償第8回、孤独な夜第9回、運命の1時間最終回、 暗闇の先にあるもの特別編。もう一つの日常特別編。もう一つの日常第一話特別編。もう一つの日常第二話特別編。もう一つの日常第三話特別編。もう一つの日常第四話特別編。もう一つの日常第五話ストーリー内に、たびたび登場する施設、会社、組織、部署などを記す。2017年9月18日放送のサード。 シーズン最終回エンディング後に2018年の映画化が告知され、同年12月6日放送の 2017FNS 歌謡祭第1夜で公開日が2018年7月27日に決定したことが山下より発表された。ドラマ版との相違点として、藍沢の留学先がトロント大学からトロント医科大学に変更となっている。 商用大学附属北部病院患者階層ゲスト、日本国内の動員数ランキングの推移。ありがとうございます。